1ヶ月に1回そのことについて考えておちんこもんなよ。はい、なんだお前カエルが、カエルが失神してる。やっぱ遠隔だ。これやってや。意外とうまそうでしょ。なんだよ。ちょっとすごいよ。おい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 、頼むぜマジで。おいすごい、お前傷ついたよ。お前ちょっとからわれすぎだろ。おい殺すぞお前。本物がいる、本物がいるって。おい殺すぞお前。本物がいる、すいませんでした。待って向こう行け。ごめんなさい、すいませんでした。すいません、すいません、すいませんでした。ごめんなさい、すいませんでした。ごめんなさい。本物言います。ごめんなさい。カルビって人生でへらったことある？いや、あるよ。あるんだ。1ヶ月に1回ぐらいへらるよ。結構な頻度でへらっちゃうね。そうなんだよね。お母さんがいなくなったらどうしようって。毎月思うよ。お母さんがいなかったらさ、うん、こんな配信だけやってられないからさ。そうね、やめろよカルビ。カルビがそんなこと聞きたくねえ。俺そんなこと聞きたかったじゃないよ。でもね、うつ体制があるの私はすごい。いやお前1ヶ月に1回減らってるやん。これがね、いや1ヶ月で1回なんてそんな誰だってなるだろうが。ならないのかお前は。じゃあもう別にそんな減らんないな俺。ヘラるというか、1ヶ月に1回そのことについて考えておちんこもんなよ。はい、なんつった今ん。は、急に何。いや、1ヶ月に1回うん考えておちんこもの。はい、セクハラとか言われたくないんだけどさ、ここでそれを強制してくれないと。何言ってるの。お前だよ、お前だよ。落ち込むな、落ちん込むじゃねえぞ。落ちん込むと落ち込むは全然違うぞ。分かったな。これね、あのね、私お肉の国に住んでるんだけど、うん、これお肉の国の方言なんだよね。あ、落ちん込むって。うん、だから大丈夫。あ、そうなんだ。ここちょっとむずいぞ。ほい、いけるか。むずい、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 むずい。耐えたー。あぶねー、あぶなかったぜ。やるねー。さっきヘルエース行ったの。行ったよー。終わった、終わった、これ終わった。あー、雪山ファームむずいよー。あー、ダメだよー。あー、俺ヘリ何個ダメすんだよ。やっちゃったよー、やっちゃったよ俺、カルビ。僕だよね、スタミナってミスするよね。大失敗しちゃったよ。よし、引き続き始めよう。今のヘリをダメにしてもまた働かないといけないから。そうだな、頑張ろうこれから。うん、じゃあ俺していこうかな。やばい、ここやばい、ここやばい、カルビ。またバイバイ、バイバイするかもしれない。あ、やばい、カルビ、これやばい、カルビ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 。わかんなぁ。ダメだよ、それは。そりゃダメだよ。
ごめんな、俺がこんなダメなやつで、カルビー。いや、いいんだよ、私は運転できないからね、まず。私は安心したわ、ちょっと。こんなスタンミでも。ペッティを2台壊しちゃう。やっちゃった。みんなやっちゃうんだよ。あんまおちんこもないわ。落ち込むなな。いで。ごめん。前見てる。ごめん。やっぱり落ち込んでるんじゃないか。さっき船。落ち込んでないよ。ヘリ壊した。落ち込んでる。マジ映るからやめようか。ガチで事件性高いからそれ。大丈夫だよ。まあまあ落ち着いて。引いて。やってやったよ。最高セットは分解していいのか。最高セットはダメだよ。ダメだよね。ダメだよ。変な喋り方だな。誰に言ってんだ。スタンミだよ。俺が。俺が、お前に言われんのかわ。喋り方が変って。マジか。正気か。ちょっと変だったんよ。こんな感じだよね。落ち着いてやん。マント先生。マクタビさん。私、たまりそうなんだよ。はい、お金が。おお、マジですか。たまった。たまった。や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 った。何円たまったの？5200円。すごいよ。すごいよ。カルビすごいよ。あんたすごいよ。マント先生、多分ね、マント先生がいなかったら私はね、多分このサーバーでずっと盗んで、追放されてたと思う。いや、なんでいやー、お疲れ様。お願いします。よかったな、カルビー。カルビー、カルビー、残りのお金何円？200円。その200円俺にくんねえか。何するの？いいよ。今からギャンブルしてヘリ買おうと思う。今ちょうどちょうどカルビにもらった200円を掛け合わせて、それでギャンブルに2倍にしたらヘリコプター2台分なんだよ。1台分は2人で協力して、2人で相談してどこにかけるか決めて決めよう。じゃあカルビ、俺にちょっと200円ちょうだい。分かった、下ろしてくる。うん、かなちゃんやん。スターさん。何よ。変わんないお家。何円なのよ。ちょっとそこは交渉じゃない。一回内装を見せるからさ。うん。ちょっとまた今度でいいかい。今から一世一代の一世一代か、なんだよ。ヘリよりイヤホンがいいよやっぱり。何のだよ。家買うんでしょ。家買わないよ。家買うの。今はすごいよ。いらないよ。他の人言ってよ。言えばいらないよ。やばいよ、なんかもうカルビの喋り方が映っちゃったよ。なんだよ。なんかカルビになっちゃったよ、俺。うん。カルビ。はい。勝負の時が来て。え、何？賭けに行こう。え、家は？言えばいらないよ。だってあそこ移動してなかったら別に。あでもさ、え、でもあの家さ、あの家だってうまいファームができるところの近くなんだよ。じゃあお前あなんだ、あそこの家があったとして、あそこにお前一人で住むんか。あそこに誰使うんだよ。
別荘だよ。だからいらねえだろってのは、別荘が別荘だったらさ、ヘリとか車とか行きゃいいだろうが、お前は頭使ってんだよバカ。なんだお前。やめようよカルビ、こんな1時半にさ、そんな声出すもんじゃないよ。そうだよね、こんな時間にそんな、やめようよ。でもあそこにベッドを置いたらさ、あそこにリスポーン、こっちにリスポーンってできるよ。だからしなくていいんだって。物資をあっちに溜め込んだとして運ぶのがめんどくさくなるでしょ、考えなくてもわかんじゃん、そんなこと。まあ、ほんとバカなんだな。確かにお前は天才だね。確かにいいね。そうなるの、そうなるの、そうなるの、天才だ。オッケー、行くよカルビ。何に入れるんだ。さて、てかこのサーバーあんまり1来ないね。1は来ないね。ちょっと、もうちょっと様子見しよう、もうちょっと様子見しよう。これね、この、これ1はないわ。1に、1が罠なんだわ。1以外で行こうだし、カルビ。私、このサーバーは5の方が来る確率高いと思う。俺も5にかけたいと思ってた。じゃあ行くぞ、カルビ！この2時間ぐらいのファーム、すべてぶち込みます。995スクラップ、5にかける！行けー！頼むぞー！かい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 、いけー、行ってくれー、人生かかってる、終わっちまったな。終わっちまった。どうやって生きていった私たち。カルビ、助っ人を呼んでさ、一回ボス会なんかでファームしてもう一回だけかけよう、はい、で今日外れたらもう一切やめよう。ダメだ、俺カルビ、俺引けないよ。カルビ、俺についてきてくれよ。カルビもう無理だよ。俺もう無理だよ。もうこれ引くことできないよ。私、一回のギャンブルのためにそんな働けないよ。あ、働けないよ。カルビ、俺 ATM に650円入ってる。なんで入ってるんだ。多分初日に入れたやつだと思う。忘れてた。7円7円あるぞ。もう行くぞ。これで私たちもう一回俺だったらここ、今これ1のターンなんだよ。あー、ターン制なんだね。次はまた5のターンが来るはず。5? じゃあなんだ、じゃあなんだと思うんだ。5か、5って4つしか出たぞ。1のターン来てる、1のターン来てる。カルビ、俺ここへかけていいか。この650円俺は1にかける。私は5にかける。頼む。これ多分2人で同じとこにかけたら破産するな。確かにリスクを分散しよう、うん、カルビが5、俺が1な。別々にした方がいい。お前賢いな。はい。はっ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 、1!1!1!3! やっぱ遠隔だー。
これトイがやっとんな。これやっとるわ。トイトイー今俺たち1500スクラップなかったよ、カビ。大丈夫かな、あの人たち。なんか俺らの財産を売るか。だって前までのさ、前までのストサバなら、キプチャン、キプチャン、あ、カルビちゃん、え、なんかください。いや、俺もなんかくださいなんですよ。その話をすると。なんもないよ。あ、でもこれあげる。こういうの好きでしょ。これあげる、これあげる、これあげる、ほら。ね、もう持ってます。これ。私この前2200負けた。うるせえな、お前。どう、何が欲しいの、お前は。あ？じゃあ、ほら、脂肪やるよ、ほら。これじゃ持ってないんだよ。お前は、うるせえ、お前もう、なんもやんねえよ。あ？え、何もないっすか、ほんとに。ちょっと、ジャンプ、ジャンプして、ジャンプ。ジャンプして、なんもなんないよ。ほら。てか、俺たちもスカンピになったんだよ。1600円ギャンブルで負けたんだよ。ラプラスさんさ、お金ちょっと、勝ったら貸して、勝ったら貸して、倍にして返すから。カルビちゃん、携帯持ってないの？倍にして返してくれんなら。うん。家電ができたら、電話番号を教えるからね。信用できないタイプかもしれない。あ、分かった。信用できないタイプなのは、お前じゃ！人からお前、こじきで生きて。お前や、一番は。お前や！もう絶望だよ。でもさ、5分前の俺たち輝いてたよ。当たると思ってたあの眼差しは間違いなくラストしてたよ。本当に楽しかったよ。あの一瞬俺たちワクワクが止まらなかった。止まらなかったな。あの一瞬のためにまた俺たちはラストしよう。一番ワクワクしてた。うんうん、すっごいね、心動いた。やべ、マジで俺チグちゃんに目合わせらんねえ。本当に今なんかちょっと目そらしちゃったんだけど俺今。サカミ、うん、サカミ、私知ってる。何？ここ開けてみろ。ガービー、その、チェストの上に立つな。それは言う、そこはあかん。ここ開けてみろ。ああ、あかん。そこはあかんのじゃ。自分たちで稼いでやるんじゃ。その一線を越えたらあかんのじゃ、ガービー。そうだよね。そうなんだよ。その、何しようとしてたの？もしかして、ここにあるうちらのスクラップ。5000個を全部ギャンブルにつぎ込もうと。あんた、ギャンブルはダメだよ。あんた、ほら、ママが怒ってるよ。いや、冗談です。ギャンブルはダメ。あんた、酒、タバコ、ギャンブル、競馬、全部ダメなんだからね。あんた、やめなさい。ダメだって。くらちっこちゃんもどう？なに、ギャンブルやる？お金を稼いで、うん、ギャンブルをするんだ。え、いいよ。よし。暇だから全然何でもやるよ。じゃあ一緒にちょっとお金を稼ぎに行こう。スタンミー。うん。お前がさ、うん。ヘビを2つ壊さなかったら。お前、ああ、ない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 。VC の調子が悪い。何？何？何？ヘビを2台壊した。え？ヘビを2台壊したんですか？壊したよ。でも壊したけどちゃんと返す。やめよう、このちゃんと返すから。やめよう、このあれに。うん、うまいか。お前ほんとに勝てると思ってるな。私273。わお、なんとびっくりすると思うよ。おいくら万円？カルビの合わせて1000です。ちょうど1000。1016。やばい。じゃあちょっとかましに行こうか。かましに行って今日のラスト終わりとしよう。それでは、いくらかけるの？今から、全部に決まってんだろうが。始めたいと思います。全部に？全部？一気に？僕たちが今、ファームした1時間、はい、スクラップの総数、1016スクラップを、このルーレットにかけたいと思います。せーので、せーの
答でいいよ。なんだと思う？オッケー。どっちは帰れるか。いいね。20で返せばいいよ。せーの、3。ご飯！おほ！じゃあ3行くか！おい、3行くぞ！ 3 行くよ。次のターン、俺たちはセンスクラップを3にかける。それは全然いい。行くぞ！勝ったら3000。当たったら3000だよ。はい、頼む、頼む、お願い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 、頼む、頼む、頼む、お願い、お願い、え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 、カエルが、カエルが失神してる。カエルが、カエルが、うれしい。白目ぶいじゃん。気絶してる。当たったことによって。サミちゃん3だったんだよ。3だったな。当たったんだよ、やった。4000、4000。はこのね、はちょ、ゲミ、グミの方に100円目くれよ。なんでそうなんだお前。お前、お前16あげるよ、16。ありがとう。16？ OK。 カルビちゃん、一旦統計取るか。おかえり、カルビ、かけたし、かけたし、ちょっと一旦始めるか。おっ、カルビ、カルビ、俺たち勝ったぞ。1000スクラップが4000スクラップになった。4000スクラップだぞ。すごい。そうだろ。でも儲かってるか。待ったよ、話。すごすぎるよ。今日頑張ってよかったよ。帰ろう、帰るぞ、帰るぞ、このスクラップを握りしめて帰ろう、帰ろう、帰るぞ。